テレビ視聴室です。6月に入って最初のうちはですね、これでも6月かと思うような涼しい日が続いていて、農作物被害が出なければいいななんて思っていたんですが、もう中旬になりましたらもういきなり暑くなりました。はい、暑いですね。とてもじゃないですけどスーツ姿で仕事をしてられないですね。まあ思い出せばこの夏の暑い頃に岩手宮城内陸地震から丸14年が経過と、うんいうことになりましたけど、今年もシェイクアウト訓練ですとか、はい、あと当時頑張ってくださった建設業協会の皆さんが情報伝達訓練もね、はいはい、続けててくださいましたけども、うん、この14年前っていうのは市長さんはどんな部署でどんなことを対応されてましたか？私はですね、総務部の収納課っていうところにいました。ですので直接災害対策とはあまり関係なかったんですけども、うん、まあ、災対本部を作って、で1週間10日ですか、10日、うん、2階の大会議室にずっといました。あの時は本当に土砂が撤去できないと町が大変なことになるというような瀬戸際でしたもんね。土砂ダムができて、うん、でいつ決壊するかちょうど梅雨時ですしね、はい、まあ、幸いあの10日間降らなかったんですよね。本当に不幸中の幸いですよね。そう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 。でワイヤーをですね、はい、まあ、張ってですね、でそのワイヤーがピーンといったらば、うんうん、もうその岩井川なんだ、うん、下流までですね、そこに緊急ですの通報が行くようなものを救護車で作ったんですよね。でそういう状態で大会議室で、まあ、24時間皆さんでですね、テレビのモニターを見ながら、たまにピーンといってウィーンって行くんです。ほんとその瞬間みんな叩き起きるわけですよね。そしたらですね、ネズミがかじったモグラが落としたとかっていう話でですね、本当にもうね、建設業協会の方々の、はいはい、昼夜を問わない作業がなければ、例えば悪いんですけども、巨大な土砂ダム、次の塊にですね、はい、ブルドーザーがもうあちこちにこう、うん、まあ、行ってみればですね、本当にアリがすがっている状態でちょくちょくやるわけですよね。これ伊豆湾あんのかなっていう状態でも、最後は最後にね、最後の人影をガツンとやってバーッと水が流れた時はもう天敵天敵っていう感じですよね。もうね、今石川県の方でまた大きな地震が、ね、あったりしてますので、これからも ね、それぞれの備えを頑張っていただきたいと思いますが、はい、そうした中ですね、県民体育大会、障害者体育大会の結団式が行われました、はい、うん、はい、一関選手団の皆さんもたくさんいますね。そうですね、594人の大選手団です、うん、結団式がありまして、はい、で各種目ごとのですね、その代表の方がですね、決意を述べられるんですけど、うんうん、でまあ、皆さん方の話をそれぞれ聞いてて、まあ、頑張ってほしいと思ったんですけども、うん、ですね、クレー射撃の代表の方が話してましたですけど、はい、クレー射撃、まあ、射撃ですよね、はい、その弾がないんですって今。弾がない、はあ、うん、鉄砲の弾がない、はい、でその試合で使う分しか売ってくれないんですって。練習で使うものは手に入らないんですって。でなぜったらばウクライナ、あ、はい、すごい現実ですよね。そうですね、平和のために使えるものは手に入らず、はい、もうその、まあ、ですからその鉛でできてるんだそうです。でもって薬莢があってですから、まあ、基本的には同じなんですよね。そうですね。それがですね、海の向こうのウクライナで大量に今使われてるって話ですよね。目的が違うだけで同じものですものね。すごいな、いろんなところに影響が出て、ですから使うところではロシアとウクライナが一生懸命使っていると、はい、うん、で、まあ、他の国が一生懸命送っていると、で第2第3のウクライナにならないようにということで、みんな各国が、まあ、備蓄に走ってるんですね。そうなんです。だからすごいなと思ってですね、もう人を殺傷しない競技協会とかが全部抑えてしまえばいいと思うんですけどもね。いや、すごい現実を聞きました。そうですね、まあ、練習ができなかったのはみんな同じ、ね、うん、条件だったのだと信じて頑張ってきていただきたいと。その通りですね。一関農産物アンバサダーというものの、はい、初めての認定証の交付がこのほど行われましたけども、これはどういう期待を込めたものなんでしょうか？はい、アンバサダーは、まあ、大使ですとかね、はい、外交官ですとか代表だとかでですね、で皆さんその野菜ソムリエですとか、うん、マイスターですとかいろんな資格をお持ちの方々なんですけども、はい、要はその
市内の農林産農産物を、まあ、その売っていく、その出口のところを皆さん知ってるわけですね。シェフ料理の方法ですとか、どういったところでどのシーズンがどうだとかって知ってますから、はい、ですからその出口の分を見据えた上で、うん、でそれをまあ私の方とすればその生産現場をですね、はい、そこの両方をつないでいただく、そういったような外交官だったらいいなと思っているんです。まあ、それによって市内の 農産物でいつどんなものを作れば、はい、まあ、売れるねと、うん、儲かるねといったところが最終かなと思ってるんですけどね。最終的なタイプ、まずは市外に売り込む、市内の皆さんに使っていただくための、まあ、美味しい料理の仕方ですとか、うん、そういった あるいはその体にどれものがいいよとかですね、うん、その辺をお話ししていただくんですけども、うん、最後の最後はですね、ぐるっと回ってやっぱ生産現場ですね、うん、だと思ってました。うん、はい、今回は認定を受けたのは野菜ソムリエの方が3名だったんですけれども、はいはいはい、これは特に野菜にこだわっただけではなくて、ね、これからお肉だったりとか、うん、いろいろな一関さんのものに広げていって認定するということですね。そうですね、餅マイスターですとか、うん、なんかいろんな資格をお持ちの方いっぱいいるんですけど、そういった方々も、まあ、一の関の売り込みをする担当係みたいな感じで、まさに一の関市の農産物の、うん、まあ、大使外交官、代表部ですね、はいはい、これは申請制になっているようなので、皆さんの中でまた、はいはいはい、あ、私もじゃあこの、ね、例えばね、野草とか、はいはいはい、一ノ関のね清安先生の研究をしてて、野草これが美味しいのよっていうのは詳しいわっていう方も申請されれば認定されるかもしれないですね。裾野の広いですよね、そう考えれば、楽しみにしたいと思います、はい、そして森の海の恋人植樹祭、はいはいはい、これもコロナの関係で今までは参加者をこうギュッと狭めた感じでやってましたけども、ね、今回は久しぶりに一般の方もいらっしゃった、そうですね、全国からいらっしゃいました。大阪のからいらっしゃった皆さん方はですね、阪神タイガースの果て島でいらしてましたし、あと山口からもいらしてました、はい、遠くでは国内ではですね、あとアメリカのですね、スミソニアン研究所っていうその環境生態学のですね、はい、方たちもいらしてましたですよ、スーツにサングラスでしたからですねシークレットサービスが来てましたですね私を守りに来たのからはあ、あの山道を大丈夫だったんですか、その格好で、したんですかね、まあ、バスも行きましたですけど、やっぱりまあ行ったりでですね、でも結構大勢の方々が木を植えてる様っていうのはやっぱり圧巻ですよね、はいはいはい、そうですよね、まあ、本当に親子連れもですね、いっぱい出してましたし、まあ、本当に全国区のイベントですね、まあ、34年間、まあ、私のご挨拶の中で申し上げたんですけども、SDGs の S、まあ、サスティナブル、持続可能性、まあ、34年前はサスティナブルなんて言葉なんかなかったわけですよね。 SDGs の S すらなかったわけですね、はい、でもやってたことはそれですよね、ですからそれがすごいなと思いましたですね、先見の明ですよね、サスティナブルと、あともう一つちょっと前置きの話ですと、まあ、グローバリゼーションってね、ありますよね、国際化ですって言いますか、いろんなものが国際化って言いますかですね、で自然科学の分野でも、まあ、地球はぐるっと回って環境面その通りありますよね、もう一つはまあ社会科学的なところで言えば、まあ今のここでは戦争しているというのもあるじゃないですよね、まあ、ですからああいうふうな日本中からああいうふうなことに関心を持って普通にいらしていただいて、まあ、普通にお天気のいい日に普通にああいった一日を過ごせるというのが、まあ、大切なんだろうと思いました、ね、はいはい、一ノ関初のクラブ女子チームです、うん、はい、全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会の出場報告に行きましたが、はい、どんなこと感じましたか。はい、まあ、一ノ関両番はですね、うん、ソフトボールの王国ですので、はい、両番の地区予選がそのまま全国大会の決勝レベルですからですねで、まあ、でこの、まあ、そのクラブチームなんですよね、はい、で実業団じゃなくてクラブチームで県内、はい、にいらっしゃる方々24人で作ってるクラブだそうです、うん、だから24人って県内っても9時とかですからね、宮古とかからいらっしゃる方もいらっしゃる、ですから普段の練習は5、6人だそうです、
で試合の本番の時はかろうじて9人なんだそうですよ。だ大変な1人かけたら出られないそう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 、大変ですよね。で皆さんお仕事お持ちじゃないですか。で中にほらお子さんがいらっしゃる方もいますしね、はい、ですから本当にですね、でもそういった中で続けてますし、でここにいらしたそのキャプテンの方はですね、楽しんでやってきますという話をして、あ、素晴らしいなと思いましたね。しゃかりきしゃかりきになるのではなくて、はいはいはい、楽しんできますね。ありがとうございます。ですね、その精神がいい結果をね連れてきてくれるのかもしれませんし、楽しみに待ちたいですが、はい、最後はですねちょっと気になる豚熱です。あ、はい、今まであの鳥インフルエンザは聞いたことありましたけど、はい、豚熱ってなかなか聞かなかったですよね。それも、まあ、いや、うん、そのイノシシがその感染が確認されたイノシシの多くが一ノ関地方から捕獲されているっていうのが皆さんね、はい、気になってると思うんですが、そうですね、うん、まあ、ついに県内岩手県にも来たがですよね。でもともと豚熱って言ったって、まあ、豚、まあ、同じお仲間でしょうけども、はい、まあ、実際確認されているのはイノシシ、うん、で今養豚農場での豚はまあないのでですね、そこは皆さんにご安心していただきたいと思います。ただそのやっぱりその温暖化ですよね、うん、あのイノシシがですね、イノシシの生息の確認が今青森まで行ったっていう話ですから、うん、この辺にはいますけどね、いなかったはずなんですけれども ね、 そうですよね。それだんだん岩手青森のですね、うん、名物料理のイノシシ鍋が出てくるかもしれないですよね。逆転の発想ですね。ただ防ぐだけではなく、はい、何かこれも魅力にしてやろうと大変力強いお言葉も出たところで、皆様あの不要に怖がらずにそうです、ね、しっかり備えましょう、はいはい、ですね、お店に並んでるのは安心ですか。はい、大いに食べてください、はい、どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。こんにちは、一ノ関図書館だよりのコーナーです。今月は企画展示のお知らせです。最初に企画展 NSP デビュー50周年を紹介します。フォークグループ NSP のデビュー50周年を記念し、関連する CD や図書を展示・貸し出しします。展示期間は7月27日水曜日までです。次に、一般展示コーナーの企画展示を紹介します。一般展示コーナーでは、世界遺産をテーマに、尾根寺村荘園遺跡の世界遺産登録を応援する本を展示しています。また、岩手、東北、日本、世界の文化遺産や自然遺産も紹介し、関連する図書を展示・貸し出しします。展示期間は7月27日水曜日までです。次に、ティーンズコーナー企画展示、ジャケ狩り、あなたはどの色を選ぶ?を紹介します。本の表紙は一冊一冊違って、さまざまな色が使われています。今回は表紙の色ごとに本を展示・貸し出ししています。直感で選んだ思いがけない本との出会いをお楽しみください。展示期間は8月24日水曜日までです。続いて児童コーナーでは、堀内誠一の世界生誕90年と題した企画展示を7月27日水曜日まで開催しています。今年2022年はデザイナーでありアートディレクターであり絵本作家として数多くの作品を手掛けた堀内誠一さんの生誕90年にあたります。堀内誠一さんは雑誌アンアンやブルータス、たくさんの不思議などよく知られた雑誌のロゴのデザインを手掛け、1958年には初めての絵本黒馬ブランキーを出版。その後もたくさんの作品を世に送り出しました。今回は絵本グルンパの幼稚園や小スズメの冒険などの人気絵本を中心に展示・貸し出しをします。最後に、移動図書館社若草号の企画展示、本で巡る世界遺産を紹介します。7月1日から7日の世界遺産週間にちなんで、世界遺産の写真集を中心に展示・貸し出しします。期間は7月1日金曜日から7月22日金曜日までです。また新刊コーナーにはご覧のような図書が入っておりますので、どうぞご利用ください。皆様のご来館をお待ちしております。